上原博士治満塁の危機で降板も同僚よしに救援に感謝サンキューストロップ。ブレーブス戦に登板したカブス上原博士治満写真ゲッティイメージズ拡大写真。カブス上原博士治満投手は19日日本時間20日敵地でのブレーブス戦に登板したが1割3回で3安打され満塁のピンチを作って降板した。マウンドを継いだストロップが良しに救援で無失点。上原はツイッターでサンキューストロップ大アクサンシルコンフレックスアクサンシルコンフレックス王と窮地を救ってくれたチームメイトに感謝した。上原は 7-2 で迎えた8回に3番手としてマウンドに上がった。ただ先頭マーカキスに仲間枝を許すと続くインシアルテには右前枝で無視1・2塁。カマーゴを空振り三振に仕留めたが、アダムスの打球をに飛び込んだ右翼ヘイワードが落球して一四満塁としたところで、無念の降板となった。ただ、マウンドを継いだ4番手ストロップが、強打者ケンプを1ボールからの2球目速球で、ユーゴロ併殺に打ち取るよしに救援。無失点に抑えてチームと上原を救った。見事火消しをしてダグアウトに戻ったストロップを上原は大きな笑顔とハグで出迎えた。さらに上原は試合後自らのツイッターを更新しサンキューストロップ大アクサンシルコンフレックスアクサンシルコンフレックス王のメッセージとともにストロップとの2ショット写真を公開。オリオールズ時代も同僚だった右腕に感謝してもし切れない様子だった。